園放送室。どうもアルコ&ピースの平子と酒井です。お願いします。こちらは毎回ゲストを呼びし23分間ノーカット一発勝負でその本性に迫っていく放課後秘密の校内放送でございます。ということで今回のゲストこちらの方々です。お願いします。事実無根でおなじみ吉本興業から来ました鬼越トマホークです。違う、カットカットねんだよ。よろしくお願いします。おなじみ、盛り上がっていきましょう。盛り上がらないよ。一番向いてないですよ俺ら。本当にノーカット、はい、ノーカット事実無根でもないし。なあ、あったんだよ。ピー入れてもらえば。ピーとかないから。ピーないっすよねこれね。ないけどまあでも、はい、オルゴールで、はい、リーゼのためにかなんか流す。お願いします。お願いしますよ。ちゃんとしてますねこれ。ラジオって聞いたんで、うん、結構適当なというか、うん、その南川さんが深夜やってるエロいラジオがあるんですよ。うん、ね、あの感じのノリで来たんですけど。南川のラジオとは一緒にすんなよ。はい。こんな人いるんだと思って、まあ、確かに割とちゃんとはしてるから、ね、びっくりしました。これ音声だけじゃなくて、うん、過去のもう、はい、映像当たり前だろ、まあ、これ映像も、まあ、どう見ても撮ってんのためにカメラあんだよ。、まあ、これで音声ってどんだけバカなんだよな。すいません。はい、いやいやいや、お願いします。鬼越といえば僕もね、はい、あのしょっちゅう見させてもらってるんですけども、はい、まあ、YouTube はねすごいよね。ほんとよく見る。38万人登録者でもそれ以上 の, この再生回数というのが回ってるじゃないですか。あ、はいはいはい、ね、今日来るって知ってなくて、はい、今日誰と喋るのか分からず来てるんですけど、はい、車の中で聞いてきてるもん。え、本当ですか。うん、あ、でもなんか、要はあの僕らの力ってよりも、うんうん、最近もうゲストを呼んで、はいはいはい、反省を聞くみたいな感じでやってるんで、もうなんていうんですかね、その三流テレビマンがあのキャスティングに困ってる時に見るチャンネルっていう。なるほどね、はい、プレゼンしてるわけだ。そうそうそう、鬼越さんのあの YouTube のあの高校の話ちょっとうちでもいいですかみたいな。そうです、なんだったらもう、はい、あのテレビ局が僕らの企画丸々パクってやることもありますからね、うん、本当に。だから俺それを、はい、今日見てきたやつで、はい、たまたま言ってた一流テレビマンは見てない。一流テレビマンは見てない。だいたい近づいてきて、はい、YouTube 見てますってやつはもう三流から四流です、ね。一流の人は見ないですよそんな、はいはい、藤井健太郎さんとか一切見てない。梶さんも見ない。見てない、一切見てない。一流だな、はい、一流は見てないですよ、ね、本当になんか、なんかバラバラ大作戦とかやってるやつ、はい。はい、一流、あれも一流ですから。ちょっとさ、はい、ちょうどいいや。バラバラ大作戦について語り合う。やめよやめよ。あんな芸人を使い捨てしてってるコンテンツありますか。なんか芸人と一緒にやっていきましょうか。確かにして、ね、最初ね、はい、大振りやすんだよね。大振りやすんだよ、どこに。で、ノクス、確かにバラバラ大作戦って、いやいやいや、損切りがすごいですよね。ね、まあ、確かに、まあ、確かにね。もう中さんなんかバラバラ大作戦終わってからまた勢いなくなりましたからね。なんか早かったっすよ、賞味期限。ヒョコロヒーだけ続けとけば、はい、バラバラ大作戦ですよ、ね、みたいな、はい、あれだからさ、はい、結局あれ始めるやつだってさ、一緒になんか面白いことやりましょうよ感のなんかさ、うん、薄ら寒いセリフを真正面から言えるスタッフが多いよね。まさにそうです。だから僕らよく言ってるのは、大学お笑いと一緒なんですよ。違うよ、ね、違うよ。令和ロマンがあの優勝した後につぶあのすぐツイッターでめっちゃつぶやいてる、はいはい、いたでしょ。やってやってきたやつがもう目がもう出たとか、 あれが一番嫌いなんですよ。ああいうやつらが、ああいう作家とかが、俺ら高卒お笑い、高卒お笑いやってるんですよ。花が咲く前の芸吹き前のこの目を出した芸人を引っ張ってきて、目引っこ抜いて、でも花が咲いたら俺らが水やったんだって。そうです、 M1 優勝したやつなんて誰でも売れるでしょ。そんなもんもう、あとオールナイト日本ゼロもそうだから。一緒なんだよ、やめろって。そうだよ、あいつらって言うな。まだレギュラーで使う人たちはいいですよ。オールナイト日本ゼロでレギュラーでやっていきましょう。あの単発をやらずに、単発も単発も、あの単発にいるやつらはもう本当に、で単発のくせに、単発のくせに、はい、オールナイト日本今やってんだぜ感をなんかかぶせすぎ。確かに確かに。それでなんか、なんかたけしさんもやってたんですよ。そう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 、何年前の話だよ。話してんだよな、戦前の話だ。戦前じゃねえ。戦後だ。戦前だけど、戦後だけどな。でも本当に確かにね、本当にね、やっぱあの良くない、やっぱ大学の時にお笑いやってたけど、あ、こいつには勝てないなって言ったやつが、その学歴を駆使してテレビ局に入って、要は
その上がってきた芸人と一緒に番組をやるけど、結局なんかスポンサーさんが、スポンサーさんが、お前が連れてこいよ。日本放送のあの人ね。日本放送あの人な。それ以上ダメよ。それ以上ダメだからね。すげえ危険なこと俺らに言わそうとするんですけど、絶対レギュラーにしないですよ。野上。野上さん。野上さん。野上。やめろよ。野上なのが。怠け出すなよ。そのくせさ、なんか芸人がうわーって言ってさ、とんでもないことをさ、日本放送で言ってさ、でうわーって批判食らって、社員は青い顔をしてんのにさ、それが世間的にバーって伝説みたいな感じでさ、いや一緒に伝説作っちゃいましたよみたいな顔するじゃん。そうそうそう、おめえ青い顔してやばいですよって言ってたろ。ずっとな、俺らがブースで喋ってる時も外からこうやってずっとやってるやつが、いきなりな、ズワーってこう俺らが言ったら、だからやっぱ TBS ラジオに抜かれるの。本当そうだよね。やめろって。ラジオしかねえのに。日本放送え、TBS ラジオは TBS、まあ、TBS はそうだね、テレビがある、ね、日本放送ラジオしかない、ラジオしかないから、ね、抜かれてんだから、やばいことよ。たまったもんじゃないですよ。止まんないな、はい、ということです、うん、ということですじゃない、はい、今日は僕はそこまでは思ってないです。やめてください。マジ一番卑怯っすよ、あの船乗んない方がいいわ。でもなんかそのアルピーさんにもなんか大学お笑い好きが寄ってきたりするんじゃないですか。なんかちょっと一緒にやってこうみたいな、うん、来るね。多いかもしれないですね、うん、で半年で逃げていくね。え、アルピーさん大学お笑いみたいなのやってないですよね。やってない、やってないですよ、ね、やってないですね、うん、高卒お笑い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 こそ王道のお笑い、普通だよ、ね、みんなそうですよ、普通だよ、高卒お笑い普通なんすから、みんな、はい、だから大学お笑いを経てきてるやつのあの小綺麗さっていうかさ、なんか同じジャケットでもこの辺なんか切り返しのやつが切るよね。斜めに切り返してるやつ切るよね。あんなの俺ら高卒お笑いは恥ずかしくて切れたらもんじゃねえからさ、切れないです。あと今すごいの来てるんです今、あのルシファー吉岡さん、もし R1 で優勝したら大学院まで行ってるんで大学院お笑いって初の、はい、いないな、確かにいないじゃないですか、大学院、大学院お笑いまで行くとこじらせにこじらせるから高卒お笑いと同じスタイル、ほぼ一緒ですよそこは。一周回るんだ、一周回って大学までなんですよお笑いは。大学お笑いまでだから、大学院お笑いはただ親子もんだから。そうだね、大学院お笑いだよ、ね、親に金払わせて大学院までやってお笑いやってるっていう、最低だよ、はい、今の最低生だと意味が分からない、意味が分かんないですよ。じゃあ大学までいいけど院はいいじゃねえか、院まで行って、それだけ金払わせといて、はい、そうそう、で、あんなへんてこなさ超エロいネタやって、ね、ルシファーさんで、実は院まで行ってましたって言われたところでさ、親のバックはなんもねえわけじゃん。そうなんですよ、だって、ね、昔って大学まで行ってお笑いやってると恥ずかしいから、そうだよね、今ありがたがられるって言うと、まあまあね、昔くらいですか。でも、総計ぐらいだと珍しくないじゃん、うん、珍しくないですね、ねえ、うん、うん、東大とかもいますからね、東大もいるし、弁護士も出てきたしな、弁護士もいるし、いっぱいいますからね。だからあとはもうそうだね、もういっぱい大学だから、令和ロマンとかについてどう思ってるんですか正直。何聞き出そうとしてるの、言っちゃいやめ、あんまやめた方がいいっすよ。令和ロマンって、はい、アルコ&ピースのしくじり学園放送室、続きはアベマプレミアムで配信中。フルバージョンを見るにはこちらをクリック。いやらしい方式だと思うかもしれないけど、これはビジネスなんだ。